はい、どうも大和です。今回も笠目リザワの、リードクライミングの、動画をお届けいたします。今日は、ワニワニワニ、金のわらじ、ブラッドライン、トップガン、こちらの4本立てでお送りしていきます。ゆるトークでお送りしますので、ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。はい、では行きましょう。はい、一つ目の、課題はワニワニワニ 11D。 こちらはコセロックにあるラインになります。鑑定を挟んでですね、登っていくような、ラインになりまして、出だし1品目が結構高いので、1本目のねクリップするまでが結構ドキドキするような感じになってました。はい、僕は結構ね、背が高いので、このガバ、右手で持ってるガバは、安定して取れたんですけど、まあ、背が低い方はまずこのガバを取るのも大変かもしれないです。はい、ここのクリップもめちゃくちゃリーチ生かしてやってますね。まあ、僕でパツパツなんで、普通の方はもうちょっと足上げして上に上がっていかないといけないと思います。まあ、人によってはなんかこう下部の細いクラックにカム決めてやるような人もいるみたいです。まあ、その方が安全ではありますね。はい、その後は、まあ、こう鑑定を左右で挟みながらムーブを起こしていくような形なんですけど、まあ、比較的ホールドは、掴みやすい、効かせやすいホールドが、続いてます。はい、この日はですね、ブラッドラインっていうね、これから出てくる 12D のラインを、しこたま練習というか、まあ、トライした後帰り逆に少しやった感じなんで、結構この日もよれてまして、割とねあれギリギリでした。もう手も足もプルプルしながら登ってましたね。はい、ただまあ疲れてる状態でもある程度これスラブなので、水壁では多分ないですね。スラブチックなんで、まあ立って探りながら登れるような感じになってました。で、ここから右面に少し入っていくような感じですね。はい、下から見てた時に結構モテそうなホールドがあるのかなと思ったんですけど、上部ホールドが意外と悪くて、なんか全部下向いててですね、アンダーチックな、効かせにくい向きで、まあ、ちょっと鑑定と少し挟み込みながら、ムーブを起こすような感じになりました。下で見てたのとちょっと想像が違くてですね、意外と悪くて、ああちょっと落ちそうだなーなどと思いながら、やってました。はい、これが最終クリップですね。まあ、鑑定を挟みながら、右面を直上していきます。はい、ここからちょっとホールドが悪くて時間かかります。とはいえですね、疲れてる状態でも、まあ、割と落ち着いて対処できるように少しなってきたかなっていう感じもありつつ、結局のところボルダー力でねじ伏せるような感じにもなりつつ、まあボルダー力を生かしつつ少しずつリードのレベルをね上げていきたいですね。はい、あと数手で終わるんですが、ここね最後リップガバっぽいなーっていうリップを取るのに迷ったんですけど、これでバンと
足が抜けて落ちそうでしたがギリギリ耐えました。はい、ここまで来たらもう全部リップがガバなんで安心っていう感じでした。まあ短しい感じでですね、比較的強度がこう、まあ、まとまってる感じで、極端にすごい難しい場所があるとかではないから、まあいいルートになるんですかね。はい、はい、続いてのルートは金のわらじ 12A でございます。カサメリの12といえばまず真っ先に名前が出てくるのがこの金のわらじですね。コスロックの手前にありまして、カサメリ沢をエリアね進んでいくとこう必ず目にするような岩になってます。オレンジがかったねこう岩が特徴的で、何段にもなってるルーフっていうかハングがね、登攀欲をそそってくれるような感じですね。ちょっと動画の方が逆光でチカチカしててすみません、ちょっと見づらいかもしれないんですが、しばしお付き合いください。はい、こちらですね、前半はスラブになってまして、まあ行ってはいいんですけど、ちょっとドキドキしながら上がっていきます。はい、今上部に出てきたですねハングを超えるところが第一核心になります。はい、こちらはね、僕2トライ目なんですけども、思ったよりスムーズにできましたね。その核心が悪い、突破しづらいっていう話をすごい聞いてたんですけど、まあなんとかこういいポジションに入って、こなすことができました。これからねそれは出てくるんでぜひご覧ください。はい、はい、ここでねなぜかねロープをねくぐってしまったんで、進んだ先で、ブラシ腰につけたブラシにねロープが引っかかって外せというプレイヤーのカモちゃんから言われました。はい、スムーズに外ってよかったです。はい、アンダーでね体をグググググッと引き上げていきまして、ルーフを越えていきます。でこっから、右足を上げて乗り込んでいくのが、結構リスキーで怖かったですね。これで体を完全にハングから越えて立ち上がるのが第一の核心ですね。もうこの段階で結構もう力使っちゃってたので、もうとにかくガバが出てきたら休むっていう感じでやっておりました。でここから、ゾウリムシのガバ地帯をちょっと中継しながら行くんですけど、ここら辺の処理がね結構いやらしくてですね、まあもうちょっといいムーブがあるかもしれないんですけど、なんかここのピンチあたりが僕は結構なんかうまく保持できなくて結局ゴリ押しました。はい、なんかね一個上にアンダーが今触ったねアンダーがあったんだけど、ちょっと使い方がわからなくて、はい、こんな感じでリーチ生かして突破しました。でここで一回ガバーが出てくるんで休むって感じですね。まあなんかルートの弱点っていうか、まあついていくとどうしてもこう体がガバの方に流れてって、もう右行ったり左行ったり結構して登ってましたね。まあ、特に限定とかはないと思うんですけど、まあ使えるガバは使うって感じでやりました。はい、ここから上が、まあ、後半パートというか、まあ、終盤のパートですね。で僕はまあ持久力ないんで1回ガバ
とちょっとテラスみたいなとこがあって、そこにエスケープをして、少しレストをしてから、上部に向かいました。はい、レストが終わったんで東半再開っていう感じで、ここからまたちっちゃいハングを越えていきます。これこのトライはね、この日の2トライ目だったんですけど、1トライ目はこの上部パートで力尽きてしまいました。で、まあ、その時にちょっとブーブをね確認して、2トライ目を迎えたっていう感じですね。で、上部ねこの辺が意外とスローピーで、で、まあ、結構ここ岩がモコモコしてて体が出てきちゃうんで、はい、ムーブが分かってるとねそんな難くないんですけど、もう疲れてる状態では対応できなかったって感じで、まあひとまずしっかりと登りきれてよかったです。まあ、僕だけかもしれないんですけど、僕終了点へのクリップがめちゃくちゃ苦手で、なんかその残地のビナとかがすごい硬いから、もうよれてる状態でクリップすんの嫌ですね。まあ、何人かでトライするときは、自分のヌンチャクを後ろ手にかけるんですけど、まあ、そうじゃないとき、最後のクリップでパンパンになって落ちそうになることが多々あるって感じですね。この日は無事にクリップできてよかったです。はい。はい、続いての課題、ラインは、フラットライン。12D になります。軍艦岩というところにあります。軍艦岩は、カサメリーの、一番奥ですね。コロッセオっていう、まあ、有名なトップガンとかナイトデディダンスとかがあるような岩のさらに奥にありまして、割とマイナーな岩場らしいです。はい、日当たりがそんなに良くない、下部はね当たんないんですけど、上部はもうカンカン照りって感じ。ブラッドラインは、3ピン目まではキキンバックっていう隣の課題と共有になってまして、そこを登っていきます。で、最初のテラスみたいなところはだいたい水が流れてて足元濡れてます。この日も濡れてましたし、その前の時来た時も濡れてましたね。はい、まずはこの謎の横隔をうまく登っていって、で右に出てくるような感じですね。まだ映ってないんですけど、迫力のあるカンテラインから、ハングを越えていくようなラインになってます。めちゃくちゃ見た目はかっこいいですね。はい、グレードがね 12D ということで、まあ、僕としては結構限界に近いグレードではあります。はい、この下部のカンテゾーンの処理、うまく挟み込みながらムーブを起こしていくんですけれども、ここのねクリップがめちゃくちゃ悪くて、いろいろムーブを探って、で、この日一緒にトライした方のアドバイスのもと、このクリップムーブポジションがね完成しました。このポジション見つけるまでもうめちゃくちゃ悪い、この右手が結構悪いんですけど、その悪い右手をただただ頑張って保持してクリップするみたいな感じでもう消耗しまくったんですけど、だいぶ、スマートにねこなせるようになりました。下部このねここまでが前半の、パートって感じで、すごくシビアです。ポジションもホールドも悪くてすごいパワーを使う感じですね。で、ここからですねハングのキブまでは、比較的ホールドがいい、まあ、ガバが続いてて、まあ、レストゾーンっていう感じですね。はい、まあ、ここでどれだけ回復させられるかが、まあ、関東へのポイントになってくるんじゃないかと思います。まあ、レストができない僕ももう頑張ってなるべくレストするっていう感じで、焦らずに呼吸を整えて、じっ
くりとレストしました。まあヒールしたりなんなりでうまく負荷をね分散してレストしていきます。はい。でブラッドラインのね核心は、上部のこのハング部分からの、スラブパート、ハング越えからのスラブパートが核心なんですけど、上部のねスラブパートがもう基本的に日が当たっててもうめちゃくちゃ暑いと。でもう6月も後半なんでなかなか日差しが強くてですね、もうこの辺からもう汗だく、もう体温上がってもう手も指も温まっちゃってるみたいな感じで結構コンディションがね厳しいですね。もうちょっとね涼しい時にトライしたいなーっていうのが正直なところです。はい。ここからハングパートに行きます。ここがねずっと悪いんですよ。はい。このね上部ハング越えからのスラブパートはですね身長によってだいぶムーブが変わってくるようです。僕はねやや左側から上がって浮上をするようなラインを取ったんですね。で人によってはまあ最初から右の方行ったりとか、まあ、すぐ直上したりとかしてるみたいですね。はい。でこれ最終クリップしてその上に終了点があるんですけど、あとね数手ぐらいだったんですよ。で今ねこの左手すごいポケットみたいなアンダーを引いてるんですけど、最後僕のムーブだと、足ブラでヒール上げて乗り込んでいくんで結構パワーがいるんですね。でもうここで力尽きてしまいました。あと2手ぐらいだったんですけどね、もう左腕もう無って感じで何も力を感じなくて、落ちました。いやまあこれからどんどんコンディションはね悪くなってくるんですけど、なんとかねこの初夏シーズンに終わらせたいなと思っております。またトライしたいと思います。はい、本日最後の課題です。でコロッセオにありますトップガン 13A でございます。こちらはね4年前ぐらいにもうすでに登ったことがあるルートなんですけど、まあ、一緒に行った友達がトライしてたので、ブラッドラインに敗退した後にちょっとトライしてみました。前半はガバガバでまあそんなに難しくない 10B とかそれぐらいって言われてるトラバースをね、こなしていきまして、上部にダイナミックなランジが2発ある、すごい極端なルートになっております。ボルダー力がある人はすごく簡単にできる感じですね。だからボルダー上がりでリード全然やってない人でも、まあ、割とできちゃうルートで、ダイナミックな動きが苦手なルートクライマーはあんまりできないみたいな、そういうルートみたいです。はい。まあねこのトラバースをねこなしていくんですけど、もうねこの段階で疲れてますこの人。もう、もう絶対無理だなと思いながらこう進んでますせっかく乗りついたから頑張ろうって感じで気力で進んでるような感じですね。はい。まあ、ガバをつないでどんどん進んでいきます。でこのねコロッセオのトップガン、あとナイトデイジーダンスがあるこの岩はめちゃくちゃかっこいいですね。
130度ぐらいの前傾壁、でかい前傾壁がバンと、そびえ立ってて、まあ、クライマーなら誰しもチャレンジしたくなるんじゃないかなっていう見た目をしております。はい、でこの、まあ、棚から上に見えてるチョークがついてるとこ、あれがガバなんですけど、まあ、その手前にポケットが左右1個ずつあって、まあ、それでランジするような形ですね。さあ大和選手止めれるんでしょうか。エネルギーをチャージしております。さあ大して休まらないのに頑張ってレストしてます。さあそろそろ行くようです。まずは右足を上げてポケットを捉えに行きます。はい、右手が2本ポケット、そして左手が3本ぐらい入るポケットかな。どっちもねガス向きなんですね。ちょっと向きが嫌だからのランジできない。はい、力つきました。もう完全によれてます。この人はもうお茶を濁した、濁せてもないですね。はい、という感じで本日は終了でございます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。リードは最近やればやるほどレベルアップしていくんでめちゃくちゃ楽しいです。引き続き頑張りたいと思います。ではまた。